今日もイスラエルミサコのチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今日はハイファの沖で6600年前の食用のオリーブの遺跡が海の中から見つかりました。ユダヤにとってとても大切なオリーブの油についての動画です。どうぞ最後までお楽しみください。ハイファはイスラエルの北部に位置していて、地中海沿岸の少し飛び出た部分です。このハイファの沖の海の中から見つかった遺跡ということで、多分この辺りだと思います。ハイファは大きな港町です。近くには聖書に出てくるカルメル山があります。庭園が美しいバハイガーデンが有名です。バハイガーデンの上にあるビューポイントは絶景おすすめスポットで、天気が良ければレバノンの国境の方まで望めます。このハイファの沖で6600年前の水中の遺跡が見つかり、オリーブが入った石の穴が見つかりました。このことはオリーブがこの頃から食べられていたことを示しています。先史時代の氷河期には海岸のラインはもっと沖にあったのです。この近くに紀元前8世紀のクファルサミールという遺跡があって、ここは最古のオリーブオイル工場なのだそうですが、6600年前というとそれから随分遡ることになります。今回発見された遺跡はクファルサミールの遺跡から1.5km しか離れていないということです。以前旅をしていた時に、イスラエル人、ギリシャ人、イタリア人、スペイン人が自分の国のオリーブが最高で、うちの国がオリーブの起源だとそれぞれが言い出したので、調べてみるとフェニキア人、おそらく今のシリアあたりでした。海洋民族のフェニキア人によって地中海沿岸各地にオリーブが広まったのです。エルサレムのオリーブ山のふもとにゲッセマネの園があります。エルサレムを訪れたことがあるなら必ず行く場所です。2ヶ月くらい前の2020年の12月にゲッセマネの園の教会の前からイエス時代のミクベが見つかりました。ミクベというのは天然の水が張られた水槽で、ユダヤ教のみそぎの儀式に使われます。オリーブの油というのはユダヤにとってとても大事なもので、王になる時の儀式にも油が使われ、その時に使用した油はオリーブの油だったのです。神殿のオイルランプに使っていた油もまたオリーブオイルでした。なのでユダヤにとってはオリーブの油はとても神聖なもので、ゲッセマネのオイルを絞る作業をしていた人は作業する前にみそぎを行って作業をしていた可能性が高いです。ゲッセマネはヘブライ語でガットシュマニーム、油を絞るところという意味です。この場所は皆さんもご存知の通り、卓球前のイエスが捕らえられた場所です。オリーブはとても健康にいい食品と言われ、オリーブオイルを飲む健康法もあるそうです。良質のオリーブオイルを探すのはとても大変で、オリーブの産地のイスラエルでも混ざり物のないオリーブオイルを見つけるのは至難の業です。オリーブはオリーブオイルだけでなく、イスラエルではオリーブの実もたくさん食べます。いろいろな種類のオリーブがあります。オリーブの漬物やペーストなどもパンに塗ったりディップにしたりして食べます。イスラエルの朝食には必ずオリーブが出てくるので、トライしてみてくださいね。うちはオリーブの収穫のシーズンになると、オリーブ農家から搾りたてを毎年買っています。正真正銘のコールドプレスエクストラバージンオイルを贅沢に使っています。ちなみにオリーブの葉で作るお茶も体にいいそうです。今日は歴史の古いオリーブについての動画でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。